ウプ主のバンボクトだぜ。生徒のマリサです。オタクヤは始めるぜ。このチャンネルが気に入ったら、登録、いいねを、お忘れなく。ついでにウプ主の小説ページも覗いてみてくれ。概要欄にリンクがあるので、試してみてね。マリサよ、今回は映画考察会だ。映画の話ですか。オタクヤワらしい、マニアックなタイトルなんでしょうね。マニアックかどうか、それは評価が分かれるが、取り上げるのは、1993年公開のジョー・ダンテ監督による、マチネー、土曜の午後はキッスで始まるだ。なんだか、ポップで楽しそうな絵柄のポスターですね。この作品は、以前コメでリクエストあったのだが、DVD がプレミアついて手に入らなく諦めていた。しかし最近、普通の値段になって、わしも買えるようになって、考察が実現の運びとなったのだ。なるほど、視聴者の皆さんも、考察してほしい映画や番組があったら、どしどしコメくださいってことですね。それで、どんなストーリーなんですか？物語の舞台は、1962年のアメリカ、フロリダ州キーウェストという場所での話だ。1962年といえば、あれ、何か重要な事件があったような？それはこの映画のストーリーを追っていくと、次第に明らかになるので、それまで待つのだ。はいはい、いつもの師匠の引っ張りですね。それじゃ題名のマチネー、土曜の午後はキッスで始まるの、マチネーって、どういう意味なんですか？ざっくり言うと、昼紅葉と訳されることが多いな。今は映画館も、午前の早い時間から開館することも多いが、昔は午後3時頃とか始まる映画館が普通だった。そうですね。田舎だったりすると、午前中は働いている人が多いから、そもそも映画館に足を向ける余裕もなかったりしますから。ということは、この映画は映画館が重要な舞台、ってわけですか？映画冒頭、いきなり原爆の映像から始まるのだ。ちょっとショッキングです。そして新作ホラー映画の予告。何ですか？マント、って、読めますが？人間、マント、アリ、アントの合成語だな。つまり人間とアリが合成された怪物のことだ。はぁ？さっぱりわからないです。放射能を浴びたアリに噛まれた結果、人間がアリの遺伝子で怪物になってしまったのだ。当時はこんな設定の映画、山のようにあったぞ。そういえば、スパイダーマンも、放射能を浴びた雲に噛まれて、スパイダーマンの能力を身につけるんでした。この映画を監督、配給したのが、ジョン・グッドマン演じるウールジーという男だ。このウールジー、映画では重要な役割なので、覚えておくように。お、師匠の考察伏線ってわけっすね。主人公は、父親が海軍に勤めていて、勤務先が頻繁に変わるため、転校を繰り返す生活が長い、ジーンという高校生のお話だ。それって、日本でも、大企業に勤めている親の子供あるあるですよね。さて、時代は1962年だ。この年、重大な事件が起きる。お、いよいよ確信ですね。何が起きたんです？キューバ危機だよ。あ。ジーンの父親は海軍に所属して、海上封鎖の任務についておった。つまりいつ戦争が起きても不思議ではない状況だったのだ。なんか、現代にも通じそうなシチュエーションじゃないすか？ジーンの学校では、核戦争の恐怖が語られ、もしも原爆投下があったら？ということで、避難訓練が繰り返されておる。何ですか？生徒たち、全員廊下で、うずくまっていますが？これが避難訓練だな。まさかの時、こうしてうずくまり、頭を抱えるのだ。こんなことで原爆の脅威を避けられるんですか？サンドラという生徒は、こんなことやっても無駄だ、と抗議するのだが、教師に罰を受けてしまうのだ。あれ？ジーンって、このサンドラが気になっている？いわゆるボーイミーツガールってやつだな。60年代の初恋はこうして始まるのだ。ところで映画館の話ですが。おお、そうだった。冒頭で触れたが、映画監督のウールジーが、ジーンの住んでいるキーウェストに、新作映画マントの映画公開にやってくるのだ。監督自らが、田舎の映画館にやってくるんですか？このウールジーという男、映画監督というよりは、映画興行師といった方が適切だな。へえ、どう違うんです？普通の映画監督は、映画を撮り終えたら、あとは映画館での評判だけを気にするはずだ。しかしこのウールジーは、映画館での演出も含めて、観客の反応を楽しむ男なのだ。映画館での演出？よくわかりませんが。今の映画館でも、映写途中に椅子が動いたり、3D メガネで立体感を出したり、そんなギミックがあるが、そういう映画の先駆けをしておる男なのだ。つまりそんな仕掛けをするため、わざわざ映画館まで出向くというわけですか？時は1962年、世間ではソ連の9倍のミサイル基地設置に、ついに冷戦が熱い戦争、つまり核戦争に発展するのか？と不安が高まっておる。確かこの映画って、放射能を浴びたありに、人間が噛まれて、怪物に変身するって内容でした。そういうことだな。時代は核戦争の恐怖を感じ、映画にもその時代の影が入っている。それで映画の続きはどうなるんです？観客を驚かせるための、いろんなギミックを仕込むのだが、しかしその仕掛けが思いもかけない効果を与え、映画館内はパニックになるのだ。ジーンとサンドラの二人は、本当の核戦争が始まったと勘違いし、さらには映画館の核シェルターに閉じ込められてしまう。核シェルターって、そんなの普通に映画館にあるんですか？この映画館の支配人が、大変な心配性で、いつ核戦争が起きても安心なように、私費で核シェルターを設置しておったのだ。ああ、それで映画館にシェルターが。ちょっと待ってくださいよ。
それじゃ男女二人きりで閉じ込められた。ってことは？好きな女の子と、二人きりになる。まさに中二病のファンタジーだな。でも、実際は核戦争の脅威は。うむ。当時のケネディ大統領が、ソ連に対し最後通告を行い、ソ連のフルシチョフは、キューバからミサイル基地を撤退した。核戦争の脅威は去った、というわけですね。すべては日常に戻ったのだが、この1962年という時代設定が絶妙だな。監督のジョーダンテは1946年生まれ。ということは、1962年当時、16歳だ。あ、つまり映画の主人公、ジーンと？ダンテの私的な記憶が、どのくらい入っているかわからんが、そんなこともあり得るかもしれんな。ついでに言っておくと、ジョン・グッドマンが演じた、ウールジーという工業士は、実在する人物がモデルになっておるぞ。そうなんですか？ウィリアム・キャッスルという人物が、映画工業士の歴史に存在する。ほう、映画のウールジーと、印象が似ている感じですね。このウィリアム・キャッスルという人物は、映画に様々なギミックを持ち込んで有名で、主にホラー映画を専門に扱っていたな。映画館の上映方式、時代とともに変わってますが、それは昔からなんですね。この好きな女の子と二人きり、というシチュエーションは、映画でも結構あるな。大風クラブというソーヨネシンジ監督の映画も、そんな映画と言っていいんじゃないですか？映画ではないが、石森章太郎の初期の漫画、赤いトナカイなどは、そんなラストだったな。ついでに言っておくが、この漫画の元ネタ、フレドリック・ブラウンの、大当たりの年かもな。師匠は石森章太郎が、パクリをした、と言いたいんですか？いやいや、この頃の SF 好きの漫画家は、大抵海外 SF のアイデアを使っていたぞ。それはパクるというより、純粋に SF が好き。なんとかして、日本に SF の土壌を根付かせたい、という情熱がそうさせたのだと思うぞ。ああ、それは私の考えが浅かったです。他に冷戦時代を背景にした、師匠のおすすめの映画ってありますか？わしが以前紹介した、月ロケットワイン号などおすすめだが、日本語版はないし、DVD も海外版だ。今、手に入る可能性の高い DVD としては、ブレンダン・フレイザー主演の、タイムトラベラー昨日から来た恋人か、コメディとしておすすめかな。へえ、それ、ちょっと内容紹介してくれません？この映画、いずれこのチャンネルでも紹介しようと思ったのだが、まあ、触りだけだぞ。お願いします。マチネー土曜の午後はキッスで始まると同じ、1962年が始まりだ。発明家の父親は核戦争の恐怖に、自宅に核シェルターを準備していた。またもや核シェルターですか？この発明家がクリストファー・ウォーケンなのだが、ちょっと天然なキャラを演じていて、それが面白い。ところが勘違いで核戦争が始まった、と思い込み、臨月の妻と共に、核シェルターに避難してしまう。そして35年が過ぎ、核シェルターで生まれた一人息子のアダムが、初めてシェルターから外へ出て、現代のアメリカを知る、という話だ。触りだけ、ということですけど、結構がっつり紹介しましたね。そうだったか？この動画、面白かったら、コメント、高評価、登録をお願いしますね。それでは次回の動画、お楽しみに。